Hello, this is a continuation of Fairy Tale. Please enjoy the video.行きましょう。さあ、行くわよ。開け。地球の扉。ネオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。 この部屋、制御室かしら。
の大きい球体、地図みたいですよ。見て、ここ、エルザが言ってた通り、フェイスの封印が解かれたみたい。どうしよう、この魔法陣を使ってまた封印できないのかな。ダメね、完全にロックされてるわ、動かせない。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できないって書いてあるのに、起動してる。これフェイス発動まであと41分。あとたった41分で大陸中の魔力が。どうしよう、どうしよう、みんなに知らせなきゃ。うわ、落ち着きなさい、ハッピー。ここを壊してもダメ。起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。私たちで行きましょう。早くフェイスを止めないと大変なことになるわ。もう大変なことになってるんですよ、お嬢さん方。時間がない、隙を作って脱出しよう。ルーシー、ウェンディ、ナッツさん。ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。目ん玉野郎、俺が引き受ける。ナッツさん、はい、ありがとうございます。
も大きさもわからない。どうやって探せばいいの？落ち着いて集中して魔力を感じるの。向こうから行ってみよう。なんだこの小さいのは。ふざけんな強化のやつ。これじゃ腹は膨れねえ。俺にこんな仕事を押し付けやがって。タルタロス、こいつがフェイスを起動させたのね。逃げ切れない、やるしかないよ。俺の呪法は全てのものを切り裂く。両刀天下五剣鬼丸。そんな発動まであと5分。さすがにこんなに近づくとすげえエーテルナノ濃度だ。臭くていけねえ。だがそのエーテルナノが魔法を滅ぼす。大陸中の魔力を奪い、俺たちの呪法が世界を支配する。お前はその前に粉々に砕いてやるよ。この猫は食っていいのかよ。やめて、お願い。いやー、ウェンディ、空気、おいしい空気。フェイスの近くに漂う高濃度エーテルナノ、これが混ざって私の体内に入れば、もしかして私もナツさんみたいに。なんだ、あんなに臆病で弱々しかったウェンディが。この空間は今私が支配しているんだ。ゼマル天竜の
切れないものは吸収してる。そのエネルギーを別の属性に変換できれば、自立崩壊魔法陣が発動してフェイスは自爆するはず。そんなことどこで知ったの？未来、私の予知能力、フェイスの発動しない未来の予知。ううん、正確には検索したの。いくつも存在する未来の可能性の中からフェイスが発動しない未来を見つけ出した。確か未来の私はここの魔法陣をこうやって動かして。すごいシャルル、本当にすごい。これで私たちここまでなの。この先の未来は真っ白、もうないの。どういうこと？誤解しないで、フェイスは止まる。この文字に触れば、触ったらフェイスは自爆する。つまりね、私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ。爆発の範囲が予想、予知もできない。できるだけ遠くへ逃げて。ここは私がやるから。何言ってるのよシャルル、ダメだよ。お願い、生きて、ウェンディ。ダメ、シャルルを一人にはさせない。早く逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、もう飛ぶ力も残ってない。逃げられないのよ。分かってる、
私だってもう動けない。遠くへは行けないよ。どこにも行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも楽しかったよ。ずっとシャルルと一緒だったから、ここを触ればいいんだね。一緒にやろう。ずっと一緒だったもんね。また友達になってね。当たり前じゃない。だけどまだミラさんも探さなきゃいけない。ここにいる奴ら全員ぶっ飛ばさねえと気が済まねえしな。バカな奴らですわ。私たちには負けも死もないのです。我々は何度でも蘇るラボがある限り永遠に再生できる不死者でありますぞ。魔力が消えてない。フェイス計画は失敗したのか。やむを得ん。無理やりに起こすか。マスター END を逃げるつもりか。ここはそなたに任せた。妖精を殲滅せよ。言われるまでもない。最高の舞台で会えたな、エルザスカーレット。ミネルヴァ。我が名はネオミネルヴァ。悪魔として転生したこの力見せてやろうぜ。ごめんね。悪魔因子はもともと持ってるの。サタンソウルを使うためにおかげで復活しちゃった。ミラネー！ミラネー！リサーナ？ミラネ！よかった！なんでここに？私も夏もエルザもエルフ兄ちゃんも捕まっちゃって、夏とエルザは無事、あとはエルフ兄ちゃん。そのものは捕まえてませんよ。気をつけて。こいつ人を操る。私もエルフ兄ちゃんもこいつに。下がってフリサヌ。エルフマンというものにはギルド爆破の命令を出しました。しかし誰一人殺せなかった。私の失態、京華様の前で恥をかきましたわ。あの男のせいで私の物語が破れていく。この恨み姉の命で償わせよう。あなたが私の兄弟。へえ。
この恨み、どのように晴らしましょう。落とし前をつけてもらわないと。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。あなたは私に魂を売りますね。聞かないわ。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。急げ、急いで復活させろ。あのガキ。ヘゼルさん、今は戦闘中ですね。しばらくお待ちください。こちらも再生お願いします。あのガキに代償を払っていただかなくては。復活余計なことを言ってはなりません、ラミさん。それは厄介ね。じゃあまずはここを壊した方がいいってことね。あなたにそれができますか。簡単よ。うわ、何これ。ローズとテイクオーバー。あなたがここに来るまでにこの触手みたいな悪魔全部支配下にしておいたの。悪魔を吸収する力だから、あなたにはマクロが効かないというのですか。お互い様ね。悪魔であるあなたを吸収できれば私の勝ちだと思ったんだけど、私のテイクオーバーもあなたに効かないみたいね。命令する。私のリミッターを解除せよ。自分に命令。何こいつ。我らはゼレフ署の悪魔エーテリウス。人間の悪魔もどき我に叶うと思うな。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。なテイクオーバーさえ決まれば。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。我にテイクオーバー。君が何度言えば。もう少しでテイクオーバー。せめて一部だけでも。今の脱力感は何だ。テイクオーバーされそうになっていた。アテリアス、あなたのマクロは一度支配下に置いたものを遠隔操作できる。さっきの脱力感はこれか。こいつ、我の能力だけをテイクオーバーして。だからこう命令したの。無駄だ。我にマクロを実行できるのは我のみ。エルフも家族のそばに来て。姉ちゃんを守る。こいつは危険だ。今すぐこの世から消滅させる。
私は自分の力を信じる。家族を守れる力。姉ちゃんを守る。我は我に命令する。目の前の敵を八つ裂きにせよ。エルフマンがいてくれたからよ。リサーナ、すまなかった。操られていたとはいえ、エルフ兄ちゃんが悪いんじゃないよ。それに助けに来てくれたじゃない。そうそう、それにこれからエルフマンは私の操り人形だしね。冥王マルドギール様、敵の力は予想以上のもの。フェイス計画は失敗し、エゼルとフランマルスが落とされました。セイラとヘルズコアムだ。そんな、ここはもうマスターを。それはできぬ。マスターを蘇らすためには呪力が足りぬ。この魔力を消し去らねば END は復活できぬ。その魔力を消すためのフェイス計画が失敗しているのです。見えてないな。対局が見えておらんぞ、強化。それは点だ。一つの点に過ぎる。マルドギールは完全なる策略家。フェイスの崩壊も対局的に見れば点の一つ。何の問題もない。じきにこの世界の魔力は消え失せるであろう。おっしゃっている意味が。強化、我々は何だ。ゼレフ署の悪魔エーテリアス。目的は。マスター END の復活とゼレフの元に帰ること。人間とは。虫以下の存在です。貴様は人間を捕らえて遊んでいたな。マルドギールは不快に思う。虫けら以下の生物で遊ぶ部下の姿を。心得ました。ご教授ありがとうございます。人間ども、対極的に見れば何の問題もないが、我が庭を汚されるのはすかんな。アレグリアを使うか。アレグリア。侵食、生贄、死と再生、絶望と希望。愚かな種族だ。このキューブ自体が巨大な監獄なのだ。プルトグリムの体内という名の。アレグリアを逃れた者が一人だけいるだろう。
確率にして約10億分の1。なんたる強運。いや、冥府に一人残された強運か。何これ、どうなっちゃったの。タルタロスの諸君、アレグリアにより侵入者どもは一掃した。フェイス計画は予定通り進行している。侵入者を一掃、それにフェイス計画はウェンディが阻止したはずじゃ。だが、どういうわけか、アレグリアを逃れた人間が一人残っているようだ。その人間を殺した兵に結番の吸気門の称号を与えよう。吸気門が殺した場合は、マルドギールが褒美を与える。以上。なんかよくわからないけど、みんな無事だよね。信じるしか。人間だ。なんや、あの時の女。ちょうどいい。私だけでもやらなきゃ。火の玉も青猫も死んだ。このイラつきを収めるにはお前しか残ってないんや。こんなところで終われない。なんてな。まだまだもっといたぶってやる。まだ死ぬな。一撃で殺すんじゃつまらんわ。絶対に負けられない。みんなを助けるまでは。開け、砲兵宮の扉、アプリア。勇士、あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。外傷召喚術、一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す。私の鍵を壊せ。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か、鍵か、罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私、アクエリウスが大好き。やれ、ルーシー。開け、精霊王の扉。今まで世話に。
立て、古き友よ。精霊王か。冥王。まさか精霊王を召喚できる者がいたとはね。愛も変わらず、その本を抱える姿、実にふさわしい。これは END の魂、タルタロスそのものだよ。何を企む、冥府の王。察しはついているだろう。我々は END を復活させ、ゼレフの元に帰る。そんなことのために古き友は傷つき倒れているのか。そうだ。そんなことのために古き友は涙を流しているのか。いつかの決着をつけよう、精霊を。古き友の覚悟と契約により友の敵を駆逐する。来い。よー、貴様を許せ。何をしたって言うんや、悪い！のアマー！バク！何？水のバリア？アクエリアス！魔力がみなぎってくる！アクエリアスの魔力、古き友の力へと変えた。セレオ？さて、古き友よ。はい。そなたに星々の導きがあらう。ありがとうございます。アクエリアスも、今までありがとう。死ね死ね死ね、爆砕してやる。天を開き、あまりすべての星々。
88星照らす星明かりの無限ヤラクシアブレイド全方面攻撃近くにいる召喚者まで殺すつもりか解いたのか星の輝きの闇なる侵食を払い立て祭り運を滅する役は古き友たちに託す足止めするつもりかこの裏に人間どもに向けられるということを忘れるな私がみんなを狩りうろなんだか知らねえけど助かったぞルーシー待つ一旦引くぞギルドに戻って立て直すエルザ私よくやったルーシー今は休めエルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。状況を確認するフェイスは起動したはずだが我々はまだ魔法が使えるウェンディが阻止してくれたようだだが消息は不明ウェンディタルタロスは墜落しその破片はフィオーレ中に散らばっているしかし吸気門は未だ健在だ我々は準備が整い次第吸気門の討伐に当たるフェイスはどうなったの
爆発の瞬間に私たちを助けてくれたらしいの。じゃあシャルル、ウェンディ、私たち生きてるんだね。ええ、そうよ。私たちあんなに頑張って一つを壊したのに、こんなにたくさん、もう終わ、言わないでシャルル、もう絶望なんてしたくない。私はシャルルと生きてくって決めたんだよ。ウェンディ、弱音も吐かないし涙も流さない。みんな戦ってる、だから私も諦めないよ。実はこの町の周辺で闇ギルドが活動している。俺はしばらくこの町を拠点に調査。そうだな、どこ行くかな。いや、この間大聖堂の周りに変な奴らがいたのを見かけたんだが、フードをかぶった 3,4 人組でよ。まあそれなら俺も見たぜ。何なんだろうなあれ。まさか怪しい宗教団体とかじゃねえだろうな。少なくともこの町の奴には見えなかったな。どこ行くかな。カルディア大聖堂の周りで怪しい目撃情報か。街の中に潜んで、ともかくそれを手がかりにもう少し調査を進めてみる。あれ、ジェラール、どうしたの。うちのギルドに何か用事。ルーシーか。実は俺が追っていた闇ギルドの手がかりがこの町の近くにあるようなので、その調査をしている。物騒な話ね。その手がかりって。禍々しい魔力の痕跡だ。どうやら奴らはこの町とその場所を往復しているようだ。じゃあその痕跡を追っていけば奴らのアジトがあるってこと。それはわからない。というより追いきれない。何らかの術式に阻まれているらしい。痕跡を隠すために結界が張られてるのかな。じゃあその術式を解けば。もちろん解除しようとはしてみた。だが難解な術式で俺にはどうにもならなそうだった。ジェラールほどの魔導士でも。力になってあげたいけど私は専門外だしな。無理に協力してもらう必要はないさ。最悪行き来するところを直接抑えればいいんだからな。あ、そうだ、レビィちゃんなら何かわかるかも。おーい、
レミちゃん、どうしたの？ルーちゃんと、ジェラールさん、実は。なるほど、魔力の痕跡を隠すための術式か。この件には闇ギルドが関わっている。危険な仕事だ。無理に協力してもらう必要はない。ううん、術式文字の魔法は私の専門。解析してみるよ。ジェラール、術式の方は私たちに任せてもらっていい？わかった、場所を教える。頼んだぞ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。ここかな。本当だ、場所を隠蔽するための術式が貼ってあるね。解除できそう？一見するとローグ文字を使った単言語術式に見えるけど、文法がぐちゃぐちゃ。暗号化してあるんだ。待って、微妙に書き換えられた形跡がある。そっか、これは通行を許可する条件。隠蔽するって言っても関係者は通れなくちゃいけない。きっと必要に応じて術式を書き換えてるんだ。おかげでこの部分だけ暗号化が甘い。ここをつけば崩せるかもしれない。よくわからないけど頑張ってね。よし、解けた。術式を書き換えたからこれで私たちも通れるよ。さすが。よし、先に行ってみよう。ちょっと、これラクリマ？なんか大事そうに置いてあるけど。市販のじゃないね。見たことないよこんなの。とりあえずジェラールに持って行ってみよう。どこ行くかな。よし、ここだ。術式を解いた先で怪しいラクリマを見つけたの。なんだって？見せてくれ。これはかなり前に発禁になったラクリマだ。あまりに強力な効果を持っていたためにな。発禁ってことは違法なラクリマってこと？この手のものは評議員が回収処分してる。それも完全ではない。裏世界ではまだ取引されることがあると聞く。こいつは俺が持ち帰ってもう少し調べてみる。協力ありがとう、ルーシー。うん、ジェラールも気をつけてね。ジェラール、どうした？うちのギルドに何か用なのか？エルザか。実はこの辺りで活動しているある闇ギルドのアジトをついに突き止めたんだ。奴らはこの町で違法なラクリマを取引し収集しているらしい。何の目的があるのかは知らないが、危険な存在だ。町の中でだと？私たちフェアリーテイルがいるこの場所で悪事を働こうなどと。
俺はこれから奴らの討伐に向かう。ジェラール、私も一緒に行くぞ。見過ごしてはおけん。エルザならそう言うと思った。というよりそれを期待してこのギルドも来たのかもな。危険な戦いになるかもしれない。準備はいいか。ここだ。行くぞ。ああ。なんだお前らは。お前たちがこの町で違法なラクリマ取引を行っていることは知っている。おとなしく。フェアリーテイルがいる限りこの町での悪事は許さん。フェアリーテイルのそりゃかえって都合がいい。なんだって。俺たちはフェアリーテイルにこっぴどくやられた元族の集まりなのよ。復讐するため強力なラクリマを集めてたのさ。近々ギルドを襲撃するつもりだったが、ちょうどいい。まずはお前の首を土産代わりにもらうことにするぜ。そんなことは。そんなことはさせない。エルザ、フェアリーテイルは俺が守る。ジェラール。へえ、やろうとも。やっちまえ。切られたいものからかかってこい。カッソ、行くぞ。ペンタグラムソード。ところで、口ほどにもないな。そんな実力でフェアリーテイルに喧嘩を売ろうなど100年早い。俺はこいつらを評議員に引き渡してくれ。先に戻っていてくれ。ああ、そうだ。ジェラール、どうした。何か気になることでもあったか。いや、戦いの前にお前が言ったこと、フェアリーテイルを守ると言ってくれたこと、嬉しかった。さっきはつい熱くなってしまったな。ただ俺の本心だ。大魔党演舞にフェアリーテイルとして参加したとき、そう思ったんだ。このギルドのために戦えるなら、これほど嬉しいことはないと。ジェラール、願わくばまたあの時のようにフェアリーテイルのために戦いたい。というのは俺のわがままかな。勝手にしろ。だが少なくともお前の協力を拒む者はこのギルドにはいないだろう。ありがとう。これからもよろしく頼む。私もお前と一緒に戦えるならこれほど嬉しいことはない。どこ行くかな。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。やれやれ、お出ましか。やれやれ、お出ましか。
そうね。うん。ええ。ミラネ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。切られたいものからかかってこい。叩くぜ。行こう。リカホール。ナイスメイド。クロア行くぞ。カリューの叩くぜ。行こう。ナイスメイド。ナイスブリンガー。カット行くぞ。ランダフリングソード。ガリルの叩くぞ。終わりだ。リカホール。アイスメイク。アイスゲイザー。どうしたよ、こんなもんか。やれやれ、お出ましか。開け処女級の扉、バルボリカホール。アイスメイクカンバーゲッセン。よし、カリーの絶景。よし、俺たちの勝ちだ。帰ってきたぞ。どれにする？ありがとう。ありがとう。ありがとう。
please like, share, and subscribe.